と日本と違うので、それを短めに今日はお話ししていこうと思います。皆様こんにちは、ことぶきみなこのマジことぶきということで、イギリス生活も慣れてきたところ、まあとはいえ来て結構初めの方に感動したのが、イギリスのゴミの捨て方、ちょっと日本と違うので、それを短めに今日はお話ししていきたいと思います。マジことぶき。まずイギリスのゴミの種類についてご紹介していきたいと思います。大まかにはよく日本である燃えるゴミ的なやつがあって、フードリサイクルのゴミがあります。そして資源ゴミ、プラスチックだったり段ボールだったりのゴミがあって、あとガーデニングとか割と大きかったりとか、どう捨てていいんだろうみたいなやつのゴミがあったりします。ざっくりそんな感じですね。でそのうちの大きなゴミ、フードリサイクルのゴミにはゴミ袋が必要になってきます。そのゴミ袋っていうのを今日まずご紹介したいと思います。マジことぶき。こちら見えますか？そう、なんか可愛くない？こうラップぐらいの、そうサイズ感で、こういう感じでぐるるるってつながっていまして、またねおしゃれなのが、切るところ見えます？ここで切るんですけど、まっすぐじゃなくてなんか勾玉みたいな感じで、タッ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 と切れます。切ってみましょう。せーの、でい、ということで切れました。このね湾曲したデザイン、これが素敵だなって最初に思いました。でこれ開きます。ピッピッピン、こんな感じです。割とちっちゃいんですよ。面白いのが素材感、このちょっと滑らかな感じ、わかりますかね。お医者さんの方とか手術するときにちょっと使うあのゴム手袋をもっと柔らかくしたような、すごい気持ちよさです。なんか普通の袋、ちょっと取ってくるけど、普通のゴミ袋はこんな感じであまり透けませんが、こちらはちょっと柔らかくて透けていてソフトというのがちょっと違う。形がね不思議なの。まず裾、底の部分がこんな感じで、ここが真ん中でつながっております。なので入れるとこの4点を引っ掛けて、ここ下がねキュッとちょっと狭まってる感じなんですよ。ちょっと巾着っぽいと言いますか。だからゴミを捨てるときはここをまず対面でくくります。そして残った2点、こちらおいでくくります。そうするとこんな感じで丸いゴミ袋になります。こういう風に束ねられちゃっているのもあって、丸にしか広がらない、そんな直線には全くならない袋という、なぜこういうデザインなのかっていうのはちょっとわかんないんだけど、マジことぶき。続きましてこちら、なんかリレーのバトンぐらいの太さなんですけど、これもお気に入りなの。これが一般ゴミを捨てるための袋です。ちょっと違うのが、タタタタタタ、どこで、あ、ありました、切り取り線、切り取っていきます。おい、切り取るとシンプルなの、すっごい袋がね。でもう全然リサイクルフードの袋よりも分厚くて、まあ、耐久性といいますか、いわゆるゴミ袋って感じですね。なんですけど、何がこの袋好きかっていうと、まあ、ゴミをここに入れるじゃないですか。ボン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 って入れました。そしてそれをどうやってさっきみたいに袋を閉じていくのかっていうと、
ここに黄色いのが見えると思います。この黄色のちょっと色が変わってるところ、ここを引っ張ります。ということで、なんとゴミバッグになりました。イエーイこれで、ね、こうやって、私のお部屋はセカンドフロアなので、セカンドフロアから外の大きいね、こういうシェルターというかリサイクルボックスみたいなのがあるんですよ。でそこにこうやって肩にかけてね、じゃ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 みたいな感じでリズミカルにおしゃれに運んでいくことができる、それがこのかわいいイギリスのゴミ袋。え、だってさ、これだったら私プール行く時とかこれでいいですもん、全然いけるっていうぐらいかわいいし、絵描いてもいいかも。え、めっちゃかわいいじゃん、行こうって。ということで、私が、目標がまさかのこのゴミ袋のおかげで決まりました。私はゴミ袋を使ってプールに行く、まあ、プールがねうちの中にあるからっていうのが大きな理由ですけど。マジコトブキ。さあ、ということでご紹介してまいりました、イギリスのゴミ袋事情どうだったですか。ちょっと日本と違って面白いかなって思いました。そして私がこのゴミ袋を使ってプールに行く日もそう遠くはないことが分かりました。そんなわけで、イギリス生活またちょっとね、こういうことが日本と違うんだなって気がついたことあったらまたご紹介していきたいと思います。ということで、ことぶきみなこのマジことぶき、今回はこの辺で、それじゃあまたね、バイバーイ。もしも一人きりなら